私が見てもらいたい映画12作品を紹介します。とってもいい作品ばかりですので、ご覧になってない作品がありましたらぜひご覧になってくださいね。でははじめに紹介したい映画作品は、浅野温子さんがヒロインの映画よう切ろうです。この映画は役者陣の演技が素晴らしく、特に浅野温子さんの体当たり演技で池上季実子さんとの喧嘩シーンは圧巻でした。見どころはやはり緒方健さんと浅野温子さんの大胆なラブシーンです。ご覧になっていない方はぜひ見てくださいね。次に紹介したい映画作品は人平の雪です。女優の秋吉久美子さんが映画ヒロインを果たした作品。渡辺淳一原作のラブロマンスの映画化とあってハードな恋愛描写が繰り返される。そんな中、不倫に溺れる人妻を演じる秋吉久美子さんの感情を抑えた演技が逆にインモラルな香りを濃厚に醸し出して艶めかしい。この先の内容は映画を見てくださいね。見どころはやはりヒロインの秋吉久美子さんと津川雅彦さんとの大胆なラブシーンです。ご覧になっていない方はぜひ見てくださいね。次に紹介したい映画作品はゼロウーマン警視庁ゼロ課の女です。女優の飯島直子さんが映画ヒロインを果たした作品。警察が表立って関与できない裏の仕事を行う警視庁ゼロ課。そのゼロ課に席を置き、ダーティな任務を遂行する一人の女の活躍を描く。みずみずしい体をあらわに数々のアクションシーンに挑む飯島直子さんの熱演が見どころ。西岡徳馬さん、寺田豊さん、大仁田敦さんらが共演。この先の内容は映画を見てくださいね。見どころはやはりヒロインの飯島直子さんの大胆なシャワーシーンです。ご覧になっていない方はぜひ見てくださいね。次に紹介したい映画作品はそこの耳で光り輝くです。女優の池脇千鶴さんが映画ヒロインを果たした作品。芥川賞候補に幾度も名を連ねながら受賞がかなわず、41歳で自ら命を絶った不遇の作家佐藤康氏の唯一の長編小説を綾野剛さんの主演で映画化。をみぽ監督がメガホンを取り、愛を捨てた男と愛を諦めた女の出会いを描く。この先の内容は映画を見てくださいね。見どころはやはりヒロインの池脇千鶴さんと綾野剛さんとの大胆なラブシーンです。ご覧になっていない方はぜひ見てくださいね。次に紹介した映画作品は牛三つの村です。女優の池波志乃さんが映画ヒロインを果たした作品。大物女優陣、田中美佐子さん、大場久美子さん、池波志乃さん、さつきみどりさんなど当時の若手人気女優が起用され、大胆に演じるラブシーン。この先の内容は映画を見てくださいね。見どころはやはりヒロインの池波志乃さんの大胆なラブシーンです。ご覧になっていない方はぜひ見てくださいね。次に紹介した映画作品はフリーズミーです。女優の井上アルミさんが映画ヒロインを果たした作品。井上アルミさんが石井隆監督と組み、大胆なベッドシーンも体当たりの熱演。復讐した暴行犯の遺体を冷蔵庫に保存してしまう
女を描いた作品。この先の内容は映画を見てくださいね。見どころはやはりヒロインの井上アルミさんの大胆なラブシーンです。ご覧になっていない方はぜひ見てくださいね。次に紹介したい映画作品は受難です。女優の岩佐真由子さんが映画ヒロインを果たした作品。愛の本質とは何かを描いた姫野薫子さんの小説を、グラビアアイドルや女優として活躍する岩佐真由子さんの主演で映画化。この先の内容は映画を見てくださいね。見どころはやはりヒロインの岩佐真由子さんの大胆なラブシーンです。ご覧になっていない方はぜひ見てくださいね。次に紹介したい映画作品は獅子王たちの夏です。女優の高坂みゆきさんが映画ヒロインを果たした作品。大組織系列下の末端のチンピラとその総長を狙う対立組織の組員との非情な生き様を描く。相川翔さんと的場浩司さんのダブル主演で、監督は高橋万明さん、撮影は三好和弘さんがそれぞれ務めた。この先の内容は映画を見てくださいね。見どころはやはりヒロインの高坂みゆきさんの大胆なラブシーンです。ご覧になっていない方はぜひ見てくださいね。次に紹介したい映画作品は私を抱いてそしてキスしてです。女優の南野陽子さんが映画ヒロインを果たした作品。家田翔子さんのノンフィクション小説を映画化。病気の女性が恋人に励まされ懸命に生きていく姿を描く。南野陽子さんと俳優の赤井英和さんとの絡みは見ものです。この先の内容は映画を見てくださいね。見どころはやはりヒロインの南野陽子さんの大胆なラブシーンです。ご覧になっていない方はぜひ見てくださいね。次に紹介したい映画作品は不機嫌な果実です。女優の南果歩さんが映画ヒロインを果たした作品。直木賞作家林真理子さんのベストセラー小説を南果歩主演で映画化。不倫をテーマにしたコミカルな味付けのドラマ。この先の内容は映画を見てくださいね。見どころはやはりヒロインの南果歩さんの大胆なラブシーンです。ご覧になっていない方はぜひ見てくださいね。次に紹介したい映画作品は道頓堀川です。女優の松坂慶子さんが映画ヒロインを果たした作品。監督は深作欣二さん。主演は松坂慶子さんと真田広之さん。内容は19歳の若者と年上の女性との恋愛。元ハスラーの父とハスラーを目指す息子との親子関係に焦点を当て、舞台となる道頓堀で暮らす人たちの人間模様が描かれている。この先の内容は映画を見てくださいね。見どころはやはりヒロインの松坂慶子さんの大胆なラブシーンです。ご覧になっていない方はぜひ見てくださいね。次に紹介したい映画作品は死んでもいいです。女優の大竹しのぶさんが映画ヒロインを果たした作品。監督は石井隆さん。青年がふとしたことから人妻に惚れてしまったことから激しい愛の渦に巻き込まれていく様を描いたハードなラブストーリーです。この先の内容は映画を見てくださいね。
見どころはやはりヒロインの大竹しのぶさんの大胆なラブシーンです。ご覧になっていない方はぜひ見てくださいね。以上でおすすめ映画作品の紹介を終わります。最後までご視聴ありがとうございました。